今日は2021年3月22日 JR 立江駅のコーヒーを飲みに行く旅です。おまけでリオ小松島店まで走ります。だって近いし。スタートは北の脇海水浴場近くからです。ゴニョゴニョ中林町とか走行し、国道55号に戻ります。北進後中縄の道の駅から JR 羽浦駅方面へ進路変更します。旧国道55号を越えて恐る恐る JR 立江駅まで進みます。小松島ディオに近いことに気づいたので迷子になりつつ進むと、なぜかディオの真正面に出てきました。ディオ愛でしょうか。北の脇海水浴場近くの県道285線を北進してるところやね。まあ地元やないと分かりがないかもしれん。なぜここがスタートかというと、目がまだ治ってないのは練習で克服してやろうという流れみたいですが、結局何も変わんなかったけど。
Thank you.
は初見だったんですけど、思ったより道が細いですね。スマホがなければわからないですね。ここからノーマップで走ってると偶然リオにたどり着いたわけよ。リオまでおまけ動画やね。脱衣町の諸君こんばんは。 JR 脱衣駅昔話のコーナー。まだ JR はおろか国鉄でもない時代は阿南鉄道所有の路線やったんやが、この脱衣駅は実は分岐駅の予定やったんは知ってるやろうか。片方は田野浦駅方面、片方はそのまま南西方向に走り勝浦川沿いを走る予定だったんやが、まあいろいろあって計画のまま中止になったらしい。完成してればまあ赤字路線やったんやろうな。偶然リオ発見というわけでここで終わるで、お疲れや。帰りは炭酸熱を買いました。